今回はインターネットで胸アカオオアリの女王アリを買ったので観察してみようと思います。説明によると5月31日採集の山梨県産の成体になります。到着時点で8個の卵を産んでいました。黒オアリとは違ってよく卵から離れてうろうろしたり餌を食べたりしています。初めの頃は餌も食べていたんですけど、今はほとんど卵のそばから離れなくて餌も食べる様子はありません。7月19日最終日から49日で1匹目のワーカーが帰りました。ムネアカオオアリは最終日から49日目で1匹目のワーカーが帰りました。以前アップしたクロオオアリは最終日から52日目で1匹目のワーカーが帰っています。新女王オオアリを観察した結果、最終日から50日ぐらいで1匹目のワーカーが帰るようです。